今回は、ネルネルネルネコーラオレンジソーダ味を作っていきます。クラシエチーク菓子。水だけでできる。難しさは1。半分食べて魔法の素をかけると、もう一回膨らんで味が変わる。それでは開けます。出します。中を開けるとこんな感じ。最初にトレイを一箇所切っておきます。それでは1番の粉をトレイに入れたら、水を一杯入れて、よーくこねていきます。続いて2番の粉を先ほど混ぜたところに入れていきます。 で、よーく混ぜると膨らんできます。続いてトッピング、トレイの右側に入れていきます。で、コーラ味のネルネル完成です。早速、いただいていきます。ネルネル取って、トッピングをつけて、いただきます。コーラ味でうまい。で、そのまま半分食べたら、魔法の素、こちらを入れていきます。で、練っていくと、再度膨らんできます。これでオレンジソーダ味完成です。早速、いただいてみます。トッピングをつけて、いただきます。 オレンジソーダ味もうまい一気に食べていっちゃいますごちそうさまですということで今回はねるねるねるねコーラオレンジソーダ味をご紹介しました途中で味変できるのとっても面白いです気になった方はお試しください